はい、皆さん、まいどまいどー。はい、もう特にね、喋ることもないから、まあ、よただね。まあ、最近ね、動画はね、ナレーションの吹き込みはね、まあ、午前中っていうか、朝のうち8時ぐらいまでにみんなナレーション吹き込むんだよね。で、エンコードはね、仕事中、のんびりやるんだよね。そうするとね、まあ、眠、眠い時はもうほんとそのまま寝ちゃうんだよね。気持ちいいんだ、それ。作業しながら寝ちゃうっていうのがね。一番困るのがね、まあ、サムネはもう適当なさ、ところさ、あの、い、でいいんだけど、 コメント書くのがね、一言書くのがね、もう忘れ何喋ったかも忘れてるしさ、確かこんなこと喋ってたよなと思って書くと、なんか違うとこで喋ってたりね、なんか重複してたりね、もっと気合入れてやれって。いや、気合入れてできねえんだもん、めんどくさくて、もう仕事中だから。<laughs> ほんでさ、一回さ、ナレーション吹き込むじゃないで、一応さ、コメント書くのに何書いたかわ、忘れたからさ、一応もう一回聞き直すんだよ。ま、 最近だから一回聞き直してんでね、ほとんどね、自分で作ったやつはね、聞かないね。見たくないってなんで、なんかね、どうせろくな出来上がりじゃねえから。無難にね、真面目にまとまったような動画って意外と面白くないんだよね。もう分かってんだよ。だからね、自分でね、作った動画ってのはあんまりね、見ないね。でも、まあ、こちらの子二人ね、だいたい何分出てきた ?20 分くらいでカットした これもね、初めて来た子をね、20分では切れないよね。何回も何回もね、カットしてっから20分で切れたんだってね。いきなりね、こちらのね、こうね子供一人ね、うちのお兄さんかなんかに切らせるとね、切ったことないからね、うちのお兄さんはね、この子ね、あのお兄さんくんの9時過ぎてっから。この子たちはだいたい9時前だから。こんな子供のカットがさ、朝来てるそんことすら知らねえんじゃない存在すら知らねえんじゃね <laughs> やっぱりね、初めて切らせるとね、多分ね、20分くらいかかっちゃうんじゃない 自分だってね、まあ、20分はかかんなかったかもしんないけど、20分くらいかかったかもしんないね。二人切るのにね。あの、一人切るのに。二人切ったらやっぱり30分以上かかってたよね。だけどね、こういうの忘れちゃうんだよね。昔自分がね、やってた時。やっぱり時間がかかって、一生懸命やったのを忘れてて、で、若いお兄さんにね、あの、うちのお兄さんに切らして、何お前いつまで切ってんだよ。もう20分、とっこえてんだろ、なんつってもね。これさ、毛落とすのにね、あの、 タンデルク,クーザーザんだっけ <laughs> あのブラシだとね、痛いって言うんだよね、ししげブラシだとね、子供はね。これだとね、痛くないって言ってたね。これさ、まあ、毎日毎日は使ってないけどさ、よく見るとやっぱり、歯がさ、歯先がさ、寝てくるね、徐々にね。やっぱり消耗品だね、これね。安いかんね。まあでもね、痛くないって言うからね、結構こうやってね、しつこくできるよね。で、毛落とせるって言うの 案外ね、湯水でもね、髪の毛って中に入った毛って流れないよね。お顔とかね、そういうところについたやつはね、さーっと流れるけどね、髪の毛の中に入った毛って意外と取れないもんだよね。シャンプーしたぐらいだとね。完全に取ろうと思ったらちょっと時間かかるよね。自然に落ちてくんの待つしかないのかな。はい、お疲れ様でした。